8月8日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工アッオー,ジーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です えー、いよいよ週末7月10日は、ね、参議院選挙の投開票日ということで、まあ、それに向けて私も新業アナウンサーもいろいろ準備をしております。というのも、えー、10日あ日曜日の夜、まあ、8時2分前からなんですが、はいえー、参議院選挙の開票速報の特番をですね、えー、特に第1部は私だと新業アナウンサー担当するということで、まあ、コメンテーターの方々もね、えー、コージアップゆかれの方々に出てもらって。はいいいです 宮崎哲也さんはい、はいえー、それからね辛坊二郎さんもお電話でと、うん、おういう形になってますんで、まあ、それに向けてねいろんなところを行ったりなんかして準備をしなきゃいけないという感じなんですけれども。<laughs> さん大丈夫ですかなにどうしたなんか バテてますよねお疲れだと思うんですけど、ね、昨日もあるから外に出るっていうのは日差しを浴びるってだけでも随分疲れるなっていうのはね <laughs> りやっぱあの自分が年取ったなっていうのはすごく思うんですよね。<laughs> えー、それこそもう入社してから10年ぐらいはもう毎日外に出るのが仕事みたいな感じで中継コーナーを担当してたんですけどあ<ー>それも今や昔という感じになったんだなっていうのをね <laughs> すごく感じるんですがあの選挙についていろいろ調べたりとかあるいはあの結構ね人からいろいろ聞いたりなんかするんです ですけど、あの知り合いに。何人かですが、あのまあ、公務員の人がいて、うん、まあ、そういう人たちって全国転勤するわけですよ。そうですよね。で、その大体人事っていうものがですね。まあ、あのう、ー。 春先にこう出てで転勤していくなんていう例が結構あったりなんかするんですけどこのねあの選挙の仕組みっていうか改めて調べるとへえなんてことが結構あってですねあの選挙どこで投票するかみたいな話ってあの選挙人名簿っていうのに名前が載ってなきゃいけないそうなんですよだから住民票を移したからそれでいいってもんじゃなくてだいたい住民票を移してから3か月ぐらいその場にいないとその土地に居住してるってことが証明されないとですねえー これ選挙人の名名簿前が載らないとで大体、あのー、3月6月9月12月の一日に、えー、ああ3か月住んでますねっていう人が登録されるっていうのが、まあ、ルーティーンでは決まってるんですけれどもそれだけじゃなくって、えー、選挙がありますよっていうとその直前に選挙人名簿登録っていう選挙時登録っていうのがあるんですけれども、うん、そのね、あのー、知り合いの今年の春先に転勤してった人っていうのは、うんまあ、大体、あのー、4月から5月ぐらに。 5月ぐらいに、えー、転勤をしていくわけなんですが、はい、そうするとこの7月10日の選挙<う>その選挙直前の選挙人登録ってギリギリ間に合わないんですよそうすると、えー、じゃあど,どうするのっていうと、まあ、そういう人たちにもねいろんなの選挙のお投票の仕方っていうものがあってね。 まあ、あのかつてその居住していたその今、選挙人名簿に登録されている今まで住んでたところの自治体から、えー、郵便で取り寄せて投票するっていう仕組みとかこれ不在者投票っていうんですが、えーえー、いろんな方法があるんですけれどもこれがですねやっぱ、あのー、不認知によっては早めにこう手配をしないとなかなかと郵便が届かないっていうようなねあーなねあるほど話があったりとかして。 あ,あそんなことがあるんだねっていうのを改めてこうね、えー、知ることになったんですけれどもまああのー、こうね,ね その辺の辺仕組みあとはあの船に乗ってる人なんかの場合は洋上投票って言ってえっえ船の上からファックスで投票するってうねはこう昔は特にあの遠洋漁業でなんでもこう外に出てっていうような人たちがいたんでそういう人たち向けに、あのー、そ,のそういう場合は、うん、船を出港する前に船長さんが代表して、えー、あのこれから行きますんで、えー、選挙ある場合はあよろしくねみたいなのをまず登録しておいてでその上で洋上からファックスで送ると。 ただ、それもあの一応暫定的にこう投票するんだけれどもちゃんと投票用紙にもこう書いて記入をしておいてそれを船長さんたちが管理しておいてお金上がった時に、えー、各地の船艦にそれを提出するみたいな、ね、<ー>えことをやったりとかも。 いろんんんなな仕組みがあるもんなんだねっていうのを改めて知ったわけですがこのコロナで物流の状況がね、えー、不安定になっているとかあるいはあの人手不足でっていうようなところであの郵便の状況もなかなかこう不安定なんで大変なんですよなんていうメールをもらったりなんかしてですねああそういうところにもいろんな影響が出てるもんなんだなとうんいうことを感じた次第であります。まあ、そうう考えるると、まあ、日本国内でもこうなんだからじゃあ外にいる法人の皆さん まとかねえー、いろんなことをね。あの試験を行使するって。我々あの言って投票すりゃいい。やって7月10日にと思ってるんだけれども、そうじゃない人たちも実はいるんだなと。と、うん、いうことを改めて感じた次第であります。まあ、あのー、ね4月10日に用事があるという方は、期日前投票というのを。まあ、今も今日もありますし、明日もやっているとこういうこともありますのでまあ、いろんな方法で、えー、投票ができるぞと。 ねえー、いうことで、まああのー、これをね面倒くさがらずに、えー、投票するっていうのは、えー、これをお剥奪されそうになってそれを血であがなうような歴史があったりなんかしたこともですね、まあ、日本はもうおそうですが、えー、諸外国なんかは特に、えー、そうやって勝ち得てきた権利でもあるということですので、えー、ぜひいい選挙に行きましょう。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの結構ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私大信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターで、えー、お知らせいただければと思いますあのー、日付や曜日が間違ってるっていう <laughs> 指摘が結構ありますが今ちょうど修正中ですんで失礼いしましたすませんありがとうございます、はい、さあ,あ今朝のコメンテーターは青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村 さんこのあと6時半過ぎからご登場です。 えー、新型コロナについてまあ東京第7波に入った可能性というものが昨日の会議の中で出てきております、えー、そしてニュース7時またぎのゾーンは昨日の夕方に速報が入りましたイギリスのジョンソン首相辞意を表明というあたり、えー、イギリスそしてアメリカあ等々結構ね要人が辞意表明だとか辞任というような、えー、話が出てますんでまあその辺をお取り上げてまいります、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、えー、選挙 期間中各党の代表党首幹部の方々に党の公約参院選の戦い方などを伺ってまいります、えー、今日最終日となりますが立憲民主党泉健太代表に聞いてまいりますそしてキーワードは破産国家、えー、さらにスクープアップは、えー、愛読書から占う中国習近平国家主席の今まあそして、えー、北大河会議というね、えー、重要な会議がこの夏行われるというところですけれどもそのあたりの読み解きもいただこうと思っております ここが気になるのコーナーでスタジオ長官隠しが入ってまいりました えー、今日も、まあ、バラバラという感じでありますがイギリスのジョンソン首相の辞任表明について毎日と産経は一面トップです、えー、毎日イギリス、ジョンソン首相辞任表明閣僚次々、離任求心力低下、えー、それからジョンソン、イギリス首相辞任表明産経の一面ですね、えー、今夏、今年の夏に党首選秋まで職務継続と、えー、辞任50人政権行き詰まりという見出しが出ております。 まあこの影響、そしてねさすがにこの先進国 G7 の威嚇が、えー、トップが変わるとこういうことになると、まあ、国際的にもいろいろと、まあ、特に、ね、ウクライナ情勢等と影響もあると思いますこのあたりについては後ほど、えー、ニュース七時またぎのゾーン6時50分過ぎからですが、うん、今日のコメンテーター青山学院大学客員教授ジャーナリストの峰村健二さんと深めていこうと思っております。えー、それからですねコロナについて ででありますすががこれがですね、まあ、政治的なスタンスは真逆の2市、嫁入りと東京が一面トップ、え読入り、感染全都道府県で増加、都知事、コロナ第7波に BA.5 拡大え、東京新聞、コロナんな第7波入りか、8月、都内1日5万人感染、モニタリング会議、急激な拡大と。いやー あの同じような見出しを3年間見続けているなというね、えー、感じがものすごくありますけれどもうんなんといって でもです、ねえー、これだけ、えー、ワクチンの接種が特に2回接種はもう全人口で見ても8割、えー、特にリスクが高いとされる65歳以上の高齢者の方に絞って、まあ、60代以上か、えー、高齢の方に絞ってみると9割以上がすでに接種を終えているとこういう中、えー、そして、まああのー 症状によってね、えー、ケースによってまあ,あ有効であったりあるいは少し効きが悪かったりというのはあるかもしれませんけれども経口、えー、薬であるとかあるいは抗体カクテル療法等々の、まあ、このウイルスに対抗する、えー、武器というものも持ってきた、えー、どういう時にはどういう対処をすればいいかという知見も溜まってきたにもかかわらずこの見出しの出し方というのは、えー、2020年の4月5月あたりと全く変わっていないと。またあの 都市に全く人がいないという状況を作り出そうというのかというあたりでありますまあ、この辺もね、えー、この後もまたあ 取り上げていいこうと思いますが朝日新聞一面トップ外で遊べない夏またコロナの話かと思ったらそうじゃなくってこちらは暑さの方でございましてえ保育園であの暑さを基準にしてですねあの外での運動を原則中止としているところが多いとで暑さ指数ということでまあ気温だけじゃなくって湿度だとか日射などもねえ加味した指標でもってえ指数31以上になると運動は原則中止ということで,でこれをまあ朝日がですね 自治体なんかにアンケートすると、まあ、政令指定市と東京23区のうちおよそ3割が、えー、独自の基準を設けて一定の暑さ以上になると、えー、公立保育園などはあ屋外の活動を中止していたということであります。いや、確かにね、あのー まあ私今息子は7歳なんで小学校2年生なんですがまあちょっと前まではねえ保育園に通っておりましたけれどもあんまり暑すぎると外に出すというよりはあの日陰のベランダにえちっちゃいビニールプール出してそこで水遊びさせますとかえそういうことでえ変えているところというのはあ多かったなという感じはあります。まあ、あの熱中ととかののの危険というもはは本当にえ大変なのでまあそれはそんな なななるよなという感じなんですが、まあ、ただ子どもたちはね、えー、もう走り回りたい遊び回りたいっていうのはあるんでこうそこのところのうん バランスを取るのが非常にこう難しいと、まあ、確かに、ね、え見出しでも熱中症予防と両立を悩む現場というふうに、ねえー、書いてますけれどもん、まあ、そこへきてこのマスクをどうするというのも、ねえー、あると、まあ、こ,れこの辺りは、ね、あの小児科医のお医者さんなんかに話を聞いたりなんかも、えー、しておりますがんお子さんに関しては特に外での運動に関しては、ねえー、あんまり、えー、マスクしなくても大丈夫だというのはもうすでに、まあ、行政の方からも、えー 言っているしお達しも出てるんだけれども子ども自身がなかなか外したがらないとうちの息子もですねこの間あのあんまり外でもマスクは外したくないんだよねっていうふうに言ってて「おおどうしてだよ大丈夫だよ」って「先生もそう言ってただろう」っ、え、て、ー「登下校の時は外したらどうだ」っていう話をしたら「いやでもコロナにはかかりたくないさ」なんて言っていてあ結構こうね浸透してるというかなんというかえー 行動を自ら規制しちゃってるようなところがあるんだとしたらその教育的なね、えー、まあ、効果というか後遺症というかそういうものっていうのは大きいんじゃないかなというふうにふと思った次第でありますえ、えー、特にねあの表情がわからないと本当に、えー、体調が悪いかどうかっていうのもなかなかわかりづらいというのがあるんで、えー、このまあ、特にこれだけね今日なんかも32度まで上がるということでありますが、えー、こういう時にまああの 強情的にマスクをしてなきゃいけないっていうようなことは、えー、そろそろ卒業しなきゃいけないんじゃないかとこういうふうにも思うところであります。 えー、そして気になる記事ですけれども昨日、ですね内閣府が5月の景気動向指数発表しております、えー、速報値によると足元の景気の現状を示す1指数が前の月と比べて1.3ポイント低下95.5となったということでありましたでこれ、市場予想とはほぼ同じということで、まあんまり昨日もですね株価等々に影響はなあの限定的だったということが言われております。でこれに関しては各の経済面などでもでもすねう 5月は、えー、上海ロックダウン、えー、部品が入ってこなくなってメーカーが、えー、物を作れなくなったんだと、まあ、その影響が大きいとこういうふうに指摘されておりますが、まあ、確かにです、ね、その一致指数で見ると高,高工業用の生産材の出荷指数であるとか、えー、耐久消費材の出荷指数、まあ、物を作ってそれを外に出していくとこういうところの指数が、えー、下がっているので。えー その影響というものが大きいという説明がなされるんですが一方で私ちょっと気になるのはですね先行これあの足元の景気を示す位置数というものとそれから数ヶ月先の景気を示す先行指数およびまあ遅れて出てくる例えば雇用だとかそういう数字をまとめた地行指数という実は3つの数字を出してるんですがそのうちの先行指数という数字これはあの まあ、数ヶ月先の景気がどうなるかなっていうのを、まあ、数字によってはですねそれがあのお先に出てくるものがあって、えー、例えばあ住宅の着工であるとかあるいはえー うん、在庫の部分とまあ在庫っていうものはとりあえずね、えー、積み上げてそしてそれがまあはけていけば、えー、売上につながるんで、えー、いいということになるんですがあのー、そのねあの先行指数も実はマイナス1.5となってこれも2ヶ月あえっ、ー、と3ヶ月ぶりのマイナスの数字になってきたとでここであのー、このマイナスに引きをしたのが、えー、まさにその在庫の部分で最終需要材の在庫指数であるとか、えー、公共業用の生産 まあこれ、材料です、ね、の在庫が積み上がったと、これ、在庫が積み上がったっていうのは、あんまりよろしくなくって、えー、要するに足元で消費が伸びていかないから、在庫が積み上がるわけですよ。ということを考えると、おこの先のお先行きっていうものがね、えー、ちょっと心配だなと思うのと、だったらテこ入れしなきゃなんないよねっていう話、まあ、これ、選挙の後の話になるかもしれませんけれども、えー、今年度の二次補正であるとかというのも、いいか減考えなきゃなんない時期になってるよなということは思う。 ところです高う書になるでしたこの時間からコメンテーターの方々お登場今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健治さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますさあ,あまずはですね、えー、新型コロナ東京で第七波に入った可能性ということで先ほどね新聞の一面のご紹介でもちょっと話しましたけれどもうんここへ来てまた感染者が増えてきたぞっていうのをね 映画、あ報道としても出てまいりました。そうです、ね。これ結構大学の私のクラスなんかでも、ちょこちょこ出た、あ,はい、あの、出ていまして。あと、まあ、身近なもう普通にも周りに誰か。もう感染しているという状況にはなってるなって言うのはありますね。<ー>ただ一方で、この先日、ちょっとバイデン、アメリカのバイデン政権の幹部とちょっと。 ちょっと偶然来日していて<ー>、えー、その人とこう食事をしましたで彼が言ってたのが、はい、いやようやく日本来れたと、うん、かなり久しぶりだったんですね、うん、でもう今世界で最も生きづらい国ナンバーワン中国、うん、ナンバーツー日本。<ー> <laughs> この でも、日本の感染者数っていうのは、だいぶ少ないですよね、うん、アメリカとかと比べるとですね、はい、まあもうちょっと人の往来なんとかなんないかねって、愚痴られたんですね、なので、そこはかなり今,今、回新しいこのえオミクロン株、BA.5 っていうのはね、まあ、ちょっとこの感染力っていうのは心配なんですが。 まあ、ここやはりその重症化、どのぐらい重症化するのかっていうところ、もこれも何度も言ってます。科学的にどのぐらいのリスクがあるのかっていうところと。経済っていうところの、あれですね、バランスを考えるべきですね。で、なんかちょっと、まあ、なんか、この最近の、この昨日の小池知事の会見もそうですけども。なんか、このタイミングで、こう、またコロナ第七波。なんか、なんとか、なんとかって、こう、いろいろ言ってくるのと。なんか、この選挙の時期っていうのが、なんか重なってる感じもしなくもなくて。やはり、そう政争の軍。 には絶対に成してはいけませんしんとにかく科学的客観的ってところですよねここでどういう措置を取るかってことだと思いますね、はいーえー、メールもたくさんいただいてます新宿日時計の上にハムエックさん32歳の男性の方ですね、えー、もはや行動制限営業自粛で対策するフェーズではないと思いますむしろ停滞気味のワクチンの3回目、えー、4回目接種にもっと力を入れるべきじゃないでしょうか様々な意見ありますがワクチンは行動制限などよりもよほどコストパフォー パフォーマンスに優れた対策だと思うのですというふうにいただきました。うそうですね。まあ三回目まだっていうのはちょっとかなりあれですよね遅いですよね。あとまあね四回目もまあ。 高齢の方だけですけれども、これ、そうですね、BA.5 次第ではもうちょっと年齢を下げるっていうのも、一つの選択肢だと思いますね、やはりかなり効果はありますよね、オミクロンにも特に重症化予防の効果というものは、今の数字とかを見てると、やはりワクチンの因果関係ってのあるんじゃないかなと思いますねそれから新宿区、クロ黒ケさん、何回同じことを繰り返すんでしょうか。 コロナ対策、まあ、ウイルスの怖さに注意は必要ですがあの1回目の緊急事態宣言の時のように感染が即重症、えー、入院重症化、エクモにつながれてというような状態じゃなくてウイルス自体も、まあ、弱毒化していませんかとそれに合わせて対策考えるべきと思いますこのままでは経済の方が疲弊してしてまうと本当におっしゃる通りですよねもうゼロコロナ政策、中国がやって、まあね、ああいう壮大なる。この、はい 実験をやったら案の定失敗してるわけですから、このねゼロコロナ、日本はゼロじゃないにしても、このねやはりコロナ、最速の方ばっかりこうやってるっていうのは、もう違うんじゃないのっていうところですね、アメリカのさっきの高官に聞いたら、アメリカどうなのっていう話を聞いたら、もうまずマスクはしてない、でも、じゃあでも数は増えてるんでしょと、増えてる。 で,なんでってうもうみんな気にしないっていうところなんです、まあ、それちょっと私、極端だと思います、うん、やはりこのマスクの文化っていうのは、これ、やるべきだと思いますし、これ、コスト一番低いと思うんですね、このモスマスクで感染を防ぐっていうのは、うん、ここはあえてやる、あの外す必要ないと思うんですけども、マスクとか手洗いとか、まさにその消毒で防げるんだったら、そこはもう、<や>しっかりやる、やいいだだ徹底しながら、経済を動かすっていうのがいいと思いますね、うん、ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー 今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将で霊卓大学特別教授の織田邦夫さんの登場です日本を取り巻く国際情勢そして安全保障などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてくださいあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK! この時間からコメンテーターの方々と七時を待たいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すえー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。七、えー、日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の人比べて三百四十六ドル八十七セント高い。三万一千三百八十四ドル五十五セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数はに 百五十九点五零ポイント上がって、一万一千六百二十一点三五でした。一方、円相場一ドル百三十六円ちょうど付近で取引されております。 えー、7日発表のアメリカの雇用指標が堅調だったということでアメリカの経済への過度な不安が和らいだということです、えー、このところ下げが目立っていた景気敏感株が買い直されたということでこれ、あのー、1週間の新規失業保険申請数が、えー、前の週から4000件増えたんですけれども、まあこれが全体としては、えー、強さを保っていると、まあ、あの失業保険の申請数の伸びがさほど大きくはないということで、まあ、雇用が堅調 以上だったらまあ、経済そんなにいきなりこけることはなかろうということで買いが入ったようでありましたさあ,あではこの時間取り上げるニュースはこちらですイギリスジョンソン首相が辞を表明イギリスのジョンソン首相は7日国民に向けて声明を出し与党保守党の党首を辞任すると表明しました 後継の党首首が決まり次第首相も辞任すするとということです新型コロナウイルス規制違反のパーティー問題など不祥事への対応が批判を浴びスナク財務省とジャビド保健省が5日首相に抗議をして辞任報道によりますと閣外相や政務秘書官らを含めおよそ60人が政権を離れ求心力が急速に低下していったということです ま,あこのまず、新型コロナのパーティーの問題は、ちょっと前の話ではあるんですけれどもそうですね、これ、パーティーの問題はまあまあ、なんとなくいけるかな、乗り切れるかなという感じ、どうせジョンソンさんだしねみたいなところは、なんとなく私のイギリスの友達も言ってたんですが、やはり決定だとなったのは、その与党の,あのピンチャー副幹事長の,あのいわゆる、え、ー 痴漢行為というのがこれがやはり大きかったんだろうというふうに思ってます、はい、で実は昨晩ちょうど、えー、と今イギリスにあのサバティカルで行かれてる慶応の細谷先生とちょっと意見交換をさせてもらった<ー>番組に出られてると思うんですけどもやはり細谷先生ともお話をしててこくのテレビどうですかって話をしてたら、えー、やっぱりもうそのセクハラとかその、えー、と痴漢の話がもう持ちきりだと。<ー>でもいも,もっとと言うとウクライナ 問題よりもそっちの痴漢問題の方がメディアは取り上げているというぐらいもう盛り上がっているという話でしたねこれ、痴漢を実際に起こしたのはこの副幹事長であって、はい、えジョンソン氏本人ではもちろんないわけですが、はい、これがその直接発給するっていうのがね。これ実はそのまあ ね、あの人は誰しもまあ過ちは犯すんですが、はい、実はこのピンチャー氏がこの外務省の幹部をやってた時外務次官をやってた時にもう実は似たようなそういうセクハラ行為というのを実はやっていたとどう<ー>もそれを知っていながらジョンソン氏はこの副幹事長に起用したということでじゃあ お前もそれって同罪なんじゃないかと、そうなりますよね、えー、任命責任ってまあ日本でも重いので、はいそういう話でどうもこれは援助したというところですよ、ねえー、しかもそれ、最初に追及された時には、いやいや、俺、知うなかったんだよ、こいつはこんな性癖だって、なんて言ってたんだそうなんですよ、うん、これがまたね、もう2点、3点どころか、5点、6点ぐらいしたというところで、ですね、うんうん、これはまあ、もうどうしようもないかなっていう感じです。ね私、はい 一時期、まあ、あの一部のイギリスのメディアなんかはこれ解散するんじゃないかっていういのあの破れかぶれでやるんじゃないかという話もあったんですけれども、はい、最新の世論調査なんか見てるともう、えー、首相を辞めるべきだというふうに答えている人が67%、うん、つまり3分の2にもう達したのであ私もあれ見た時点でもうだめだなと思ったら案の定、昨日の夜。 こういう形でやめたということですよね。<ー>うん、これこのニュースに関してもね、あのメールやツイッターでもいろいろ意見だとかどうなんですかっていうのを質問もいただくんですが、はい、それこそこういろんなこのねウクライナの情勢とかを考えると、世論工作とかそういうのって考えられないんですかって質問が複数届いてるんですね。本当にこれはもう何も排除できないですよね。<ー>やはりこの今のタイミングなぜかというとですね、じゃあだ、はい、私こういう時に見るときに、えー、誰が が、1番得をしたかって見るんですよ。これを見ると大体こう。何が誰をやったかっていうところがわかるんですね。で、そこで言うと、昨日のそのロシアの動きを真っ先に私パッと調べたんですよ。<ー>そこで言うと、まずあのペスコフっていうあの大統領報道官はジョンソンは俺たちのことを。まあ愛してねえだろうと。 だけど俺たちもそうだけどなみたいなこういう会見で言ってるわけですよ。はい、で、さらには一応驚いたのがメドベージェフってあのあ<ー>前の,あの首相をやってた彼がですね、ええ、もうこれでツイ,ッターツイッターじゃなくて投稿アプリでですねこれ、ようやくジョンソンのことなんですけどウクライナの最良のベストフレンドがいなくなると<ー>これでウクライナの勝利も危なくなるよね さらにはその後ドイツやポーランドバルト三国からのニュースも待ってるぜみたいなこういかにもこの他でも政局をきてこうドミノになればざまみろみたいなことをこう書いてるわけですよね。しかも結構早い段階でその あのなんつツイッターというかその発信をしてるんですね。なるほど。ってことを考えるとなんとなく予兆は見ていたのかなというところは類推はできますよね。あまあしかもね過去の話でもこのロシアが。 イギリスの国内で、さまざまな交差活動だったりとか、あるいはロシアの反政府的な人たちを。イギリスの国内で、えあ、ー、やめるというようなことも実際ありました。もん、ね、そうなんですよね。うん、そこを考えると、で、まあ、ある意味一番の仮想的国、ロシアにとっての仮想的国って言えばイギリスなわけですよ。うんうん、そこで、まあ、やらないと、何もしないってことは、おそらく考えにくいだろうなと、いうふうに思います。うん、そこはやっぱり民主主義の弱さですよね。結構、ツイッターでも、これが民主主義国の、やっぱり脆弱性。なん そうなんですよねじゃ,あじゃあプーチン何なんだって話ですよね、このぐらいの話だったらプーチンなんぼでもあるわけですけど、まさに非対称戦なわけですよ、これって。うん、本当、これは苦しい戦いですし、これはあは我が身ですよね、日本もこれ、本当に考えなきゃいけないことですし、やはりそうは言っても私、一番心配しているのは、これだけロシアが喜んでるってことはい、やはりこれ、何らかしらのこのウクライナ侵攻に対するこのいろんな制裁とか圧力っていうのが、うん、 緩むリスクっていうのは私これ考えなきゃいけないだろうなと思ってます。で一つもう嫌な話としては6月にあったの、はい、フランスの大統領選挙,総総選挙ですね。はい、これなんかも まあ、ある意味与党がボロ負けけしたわけですねいわゆる極左と呼ばれてるところ極右と呼ばれてるところ極右なんか特にこうロシアが支援してたんじゃないかと言われてる政党が圧勝していると,、はい、ということを考えるとこう少しずつ長期戦に、まあ、プーチンがこう 長期戦にこう傾いたタイミングでこう中からフランスがガタガタ来てるイギリスもこういう形でせい、ねこうえー、首相が降りるみたいなことになってくる政局,、ね、政局になるってなるというの空白が起こるわけですね、はい、でおそらくなんですがこの、まあえー、ジョンソンさんがいなくなってもこの取り巻きが結構イギリスはしっかりしているので例えばトラス外相とかがいるから変わらないと思うんですが何かしらの,この変化が起こる可能性はあると思ってます。お イギリスのジョンソン首相辞表明というニュースがありました。まあ今年というのはこの先進各国民主議国で。 軒、まあ、並み選挙があると考えてみたら選挙自体は去年でしたけれどもドイツもお新政権発足今年でありましたし、はいえー、フランスは先ほどね下院選挙の話ありましたがそれに先立つような形で大統領選もあったわけですしこ、はい、これいろろんなところ影響出ますすねそうです、ね、やはりこれロシアのお家芸ですよね<ー>この選挙への干渉っていうのはもう私もあの前,、えっと、前々回のアメリカの大統領選挙トランプ大統領が勝ったと、はい 2016年,ではい、2016年の時もワシントン都会で取材をしてましたが SNS なんか見ていても明らかにそういうロシアなのかロシアの意向を受けたような書き込みみたいなものっていうのはありましたし、うん、この見事にこの国を分断させるって民主主義の一番弱いところついてくる誰を勝たせる。 っていうところもあるんで、まあ、都合のいい候補うん、うん、当時でいうと、まあ、トランプ大統領だったわけですけど勝たせるっていうのと、はい、プラスその世論を分断して戦わせるっていうところです、ね、に非常にたけているというところはあります、ね、あそっかこの世論工作とか、まあ、選挙への干渉というとお気に入りの候補を勝たせようとしてるんじゃないかとうう思うけどもうとにかく分断させちゃえばそれだけで混乱するこれも実はロシアと中国のやり方っていうのがちょっと違うロシアはどちらか わかっといて今飯田さんおっしゃったそのおおき「おきに」を勝たせたい,ていおて<ー>しを押す」みたいなところあるんですけども、うん、中国はどっちかっていうと分断させるっていう。はい あのとにかく何でもいい、どっちでもいい、結果どっちでもいいから、ぎりぎりで僅差にして混乱させるみたいなふうにやらせる、だからえっとこの間のバイデン、トランプの選挙なんか、そこですよね、それを狙ってきてるんですよ、最近、嫌な話としては、このロシアのそういうインフルエンスオペレーションと、中国のインフルエンスオペレーションがどうも歩調を合わせてきてるんじゃないか、お互い、このタイプの違うインフルエンスオペレーションが歩調を合わせることによって1、1たす1が2じゃなくて、何乗になるんじゃないかっていうのが、私の 仮説でちょっとそこは注意して見ています。はあ、インフルエンスオペレーション、まあ、影響力工作うそう影響力工作ですね。なるほど、まあ、それをネットの時代はやりやすくなってる非常にやりやすいこれも本当にあれなんですね非対称戦であって、はい、中国なんてもうがっちりこの。 もうあのファイグレートファイアウォールというこのネットの,この壁を作ってネット版万里の長上,、ね、上よりもっと高いかもしれないです、ね、中国国内だとグーグルとかフェイスブックとか見られないですだからツイッターで何か中国のツイッターを動かそうと思ってもツイッターでやってないわけですからやれ,やれないわけです<こ>うちの番組もポッドキャストを一時期あのダウンロードできなくなったっうっそうですよねあの結構よく見てるのでそれ僕の回じゃないですよ あ,れですねあの前いた新聞社があの私北京特派員行った時にあのちょうど中国語の「 あの配信って始めたーって言ったらあの私がその頃こう中南海をえぐる連載っての始めたら速攻でバンされたっていうああそうでか <laughs> めちゃくちゃ会社からはあの言われましたけどしょうがないですよねそれはね応じる時は応じると、ええ、なのでそこはもう本当に非対称そのかわりこちら日本あの西側はもうやられ放題なわけですね言論の自由があってオープンだよっていうことになってますからね、はいはい、ここの非対称ってのは本当に今後の課題ですしもう中 なかなかこれ防ぎようがもうないですよね。でそこへきて、アメリカは、秋には、ね、もう。中間選挙を迎えるというところですよ、ね。そうですね。あの、実はちょっと気になるニュースが昨日あって。はい、あの、ホワイトハウスのケイトベディングフィールドっていうような広報部長。うんうん、まあ、一番その広報をこう司っている。えー、人間が退任すると発表したんですね、はいで。このケイトは私もよく知。 てはい、まだ、えっと、40歳ぐらいじゃないですか若手の女性ってああの前回のバイデンのまさに、えー、選挙の時も、うん、このバイデンの,この選挙の、えー、キ,ャキャンペーンのしきってたものすごい優秀ななるほどメディア戦略とかそう,いうのも頭もいいですしで彼女が辞めると。 でこれって結構大きいと思ってて、実はこのケイトがいなければ、前回の大統領選は多分勝たなかっただろうって言われてるぐらい、メディアのその対策をうまくやってたんですでもうそれこそバイデン氏が副大,副大統領やってた時から、ずっとこの候補担当をやっていたんですオバマ政権の副大統領の時から、はい、へえ、そんなことで、はい、でこの腹心中の腹心が逃げられたっていうのは、これ結構、バイデンにとってみると、 いたで先日まあそのバイデン政権の幹部なんかとこう意見交換していても、はい、もう今度の中間今度の秋の中間選挙は多分もうボロ負けする可能性っていうのはこの,トランあのバイデン政権の幹部ですら懸念してるってことを考えると<う>ひょっとしてこの,もう、ま、もうこのままだとまずいんじゃないかってことで。 やめてる可能性。もちろん家族の家族と一緒に過ごしたいっていうふうに言ってることが理由になってますけれども、私はそこわからないですよね。やっぱりこのこの,このまま行くと泥ロねドロで沈んでしまうとう。ああで自分のキャリアを考えると。はい。まだね若いですから今後のキャリア考えたら早めにこう抜けた方がいいんじゃないかってところあるかもしれないですね。なるほど。それは不安定にまたなっていきますね。イギリスアメリカってこの一番ロシアに圧力かけてたところがガタガタ来始めるっていうのがこれよあんまり良くないなと思いますね。うん おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです立憲民主党泉健太代表に聞く参院選の公約参議院選挙はいよいよあさって投開票日を迎えますが選挙期間中のこの時間は各党の代表党首幹部の方々に党の公約や参院選の戦い方などを伺ってまいります最終日の今朝は立憲民主党代表泉健太さんです はい、えー、ということでお忙しい中ですけれどもすでに電話がつながっておりますいじめさんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いします、はい、どうぞよろしくお願いいたします朝早くからそしてお忙しい中ありがとうございます全国を本当に文字通り飛び回っていらっしゃいますが、はい、今ここまで来て代表手応えいかがですか そうですね。今日も今このラジオが終わればすぐ駅の前に立つんですけれども、<ー>あのまあ、元々昨年の総選挙以降ですね。非常に厳しい状態からのスタートでしたが、はい、まあそういった意味ではあの各地で検討しているというふうに思っています。徐々に立て直しの過程に入ってきているなと。まあそんな実感をしていますね。うん、あのー、その衆院選があった後にこう代表に就任してで。あのー？ 政策も含めて愚直に訴えていくんだということを、あの当時もインタビューでお聞きしましたけれども、はい、そのあたり、この聞いてらっしゃる方の反応の変化というものは、いかかがですかえやっぱり今回あの、論点設定、争点設定ができたというのは非常に大きくて、ええこれ、立憲民主党が物価高と戦うと。 やっぱりもし言っていなければ、うん、まあこれだけの物価高が争点にならなかったと思います、うん、まあその意味では、やっぱり国民の皆様のです、ね、生活実感に合わせた、このこ参議院選挙の論戦を。 われわれが主導することはできてきているかなというふうに思っていますうんそのうんの物価,だた物価高対策、具体的にはどういったことをこやろうとしていらっしゃいますかやっぱりあの当初は、ですねウクライナ情勢による、まあ、あ物価高だというふうに言われていたものが、はいまあ、どんどん円安が深刻になっていきますと、うん、やはりこの円による、まあ、円安による物価高というのは、ウェイトがどんどん高くなってきているわけですよね。こ、はい、こういういとに対して まあ岸田総理がまあ年金生活者への対策をしていないことと、食料品の対策を事実上、ほぼ何もしていないということ、われわれ立憲民主党のほうからすれば、小麦の価格は政府が決めているので、これを引き下げるべきだということや、うん、あるいは年金の追加給付、うん、まあそしてやっぱり一番大きいのは消費税の引き下げですね、はい、これはもう経済政策として非常に重要な局面になっていると思います。うん えー、スタジオには、ああ、ジャーナリスト峰村健二さんもいらっしゃいます。あ、泉さん、あの、<laughs> ご無沙汰しております。おはようございます。どうもご峰村ですます。あの、はい、あの、いくつかちょっと安全保障を中心にちょっと伺いたいんですけど、はい、昨日、あの政見放送を拝見しました。で、はい、その中で、この宇宙サイバー電磁波で、こうの能力を強化するんだとおっしゃってたのは、あ、なるほどなと思ったんですけれども、はい、このあたり、具体的にちょっと、あの、ご教示いただけないでしょうか。 あの立憲民主党は当然、安全保障にも責任を持つ政党として、はいえー、ただ、理念的なあ平和ということに加えて、ですね、はい、やっぱり現実的なあ安全保障の体制は整えなければいけないと思っています。うん、ですのであの、このウクライナ紛争を見ても、ですねやはりこのドローンが使われたり、あるいは、まあ、ウクライナの通信設備が破壊された後に、 イーロン・マスク氏がです、ね、衛星通信を提供するだとか、ですね新しい技術というのは、これもまたウエイトが高まってきていますので、はいまあ、そういったものを踏まえて、自衛隊の装備品の更新をしていかなければいけない、でこれやっぱりやるべきことだと思うんですね、うん、一方であの、一点豪華主義のようなです、ねまあ、原子力潜水艦だとか核共有というのは、これは現場の自衛隊も求めていないし、日本の安全保障の専門家たちからもですね、 これはちょっとやっぱり違うんじゃないかという声が上がってますので、我々は落ち着いた安全保障政策、防衛政策、まあ、これをやはりあの進めていきたいなというふうに思ってますね。なるほどあとあの昨日そのの番組の中でおっっしゃっていた、えー、やはり 基本的な基軸としては外交と他国間によるこの解決だとおっしゃっていたのも印象に残っております、はい、ただ一方でですね今,今おっしゃったそのウクライナ侵攻でいうとですね、はい、やはりその核を持った常任理事国に対してがですね、はい、力を振るったときていうのは外交も他国間によるこの話し合いも無力だということが私、証明されたと思うんですね。うんうん、こののりについてはどのよううお考えでしょうか、うん、あの戦争を ただ対話で止められるかといえば、それは不可能かもしれない、うん、しかし、対話なくしてまた止まることもないと思うんですね。うん、で、その意味では、ですね今あの、西側各国が力を合わせて、やはりまあ制裁を続けているということは、長期的にはこれは戦争が終わっていく過程の一つだと思いますし、うん、またその、日本があ今、中国だとかロシアと対話ができていないわけですけど、うん、一方でアメリカはですね、 まあこのウクライナ紛争でえアメリカは当然ウクライナ側についているわけですけれども、まあロシアですとか中国とまあ国防大臣対話ですとかですね、まあそういったことはやっぱりやるわけですよね。ですからどんな状況においても対話というものの窓口は。 ちゃんと開け続けておかなければいけない。まあ、これは私たちは言いたいと思いますね。なるほど。あともう一つこのえっとえっと温東の公約の中であの一つこの弾道ミサイルなどの脅威へのこの抑止力強化、はい、特にこの超極超音速兵器への。 対処の研究開発を加速って、ここもなるほどと思ったんですが、一方で、ですねこの中国のミサイルを見ると、ですね中距離弾道ミサイルを見ると、ですね千万数百発はもう今、配備してるだろうと、でおそらく日本を射程に収めるという中で考えると、これ、もうミサイル防衛はもう私、はっきり言ってもう無理だと思うんですね、これ、対処することは。なってくると、やはり日本にもこの地上配備型の、 えー、ミサイルによる、そのいわゆる反撃能力っていうのが、えー、必要になってくると思うんですけれども、このあたりはどのようにお考えでしょうか、うんうん、実はそこがですねまさにこの反撃能力といっても、今おっしゃられたように1100発ぐらいある中で、じゃあそこに反撃しきれるのかということを問うと、非常に難しいわけですよね、それは現実的にはあ相手の基地をでは、例えば攻撃するといって。 それは全ての拠点を叩くという話になるのかどうか、まあ、こういうことを考えると、まあ、改めてですけどもこの迎撃する方がより難しいということそれよりも簡単だからといって敵基地を攻撃するという話になると本当に一触即発の状態になるということですからそれ以外の道も当然探らなければいけないと思っていまして、まあ、そこは,やはり対話外交あるいは軍縮外交そして他国間によって えー、敵の、まあ、相手の攻撃を防ぐというです、ねえー、相手が動きをしないような環境を作っていくというのが、まあ、まあ何より大事なのかなと思います、ねうん、一旦先端が開いてしまうとです、ね、これはもう本当にあのただならぬ状況になってしまうので、いかにそうさせないかが。 政治のの役割だというはもう一つ、ですね、えっと、この安全保障のところ、尖閣問題について、あのすごく強調されているのはあのよく分かったんですけれども、はい、台湾有事ですね、これ、やはりもう今、アメリカを含めたこの西側の最もの,このなんだ危機に迫ったこのものっていうところ、やはりこ台湾有事だと思うんですが、うん、台湾有事に対してはどのようなスタンスをお持ちでしょうか。はいあの 防衛当局には防衛当局の戦い方は当然あるわけですが政治家には政治家の戦い方というものがありこれがやはり外交なわけですね、ある意味戦争は外交の失敗だと言われるわけでして台湾有事を起こさないためにアメリカの政治家も日本の政治家も今、最大限努力をしている中にあります、その意味では台湾有事でもし武力行使ということになればこれが最悪のシナリオになりますので。 そこに至らないような枠組みをどう作るか、これがまず一つです、そして仮にですが、その最悪のシナリオになった場合というのは、アメリカが台湾にできることと、日本が台湾にできることは当然違いますし、まあ、日本はアメリカとの日米安全保障条約をまあ間に介した形でですね。 どのように対処するか、そしてあるいは日本が直接攻撃をもし受けるようなことがあれば、これは当然、日本の個別自衛権で対応するということになりますので、まあ、その線引きっていうのをちゃんと明確にしておこうだと思いますねあのよく分かったんですが、一方でこの台湾って、なかなか難しくて、ですね一つの中国の原,あの原則というものがあって。 えー、彼、中国が主張しているものがあるので、ですね、うん、なかなかその外交っていうものが直理できないと思うんですけれども、このあたり、どのようにお考えでしょうかど、どのような形で政治家としてできるんでしょうか、コミットは。まず、あの我々はこの台湾周辺含めて、一方的な現状変更を許さないで、これは日米のスタンスは揃っていますけれども、それに加えてクアッド、また ASEAN、こういったところ全体でですね台湾に武力侵攻が起こるようなことが絶対あってはならない。 まあこのメッセージを強く持ち、またそういう環境を作らせないということですね、そしてそれに加えて、より難しいのは、ですね、はい、武力で侵攻してくるという事態になれば、まあ、相当中国に対する世界的な反発は大きくなるんですが、はい、台湾の中の体制を変更させるような事態になってくると、はい、それこそアメリカも日本も手を出しにくいわけですね。ね、はい、そういった意味では非常に難しい、さまざまなシナリオが想定されると思いますね。うん 泉さん朝駅からどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いはい。どうも失礼いたします、えー。立憲民主党泉健太代表とつなぎました。以上、おはようニュースネットワークでした。 あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩二の OK コージーアップ参議院選挙、7月10日日曜日に投開票を迎えますが各党の代表や党首、幹部の方に党の公約や参議院の戦いい方なども伺いました、はい、今日は泉健太、立憲民主党代表、はい、昨日は自由民主党、平正明、広報副本部長などなどと。えー 九党のね、えー、方々に聞いています。まあ、この辺もぜひあ,あの聞き直しで聞いていただければとういうふうに思います、えー。そしていよいよ10日日曜日が参議院選挙投開票日であります。日本放送では夜7時58分から特別番組、えー「日本放送参議院選挙開票速報2022どうするどうなる日本の未来」をお送りいたします。えー ということでですね、えー、ぜひこちら聞いていただければと思います。そして十一日翌日月曜日コジアップも参議院選挙スペシャル、えー、コメンテーターは評論家宮崎哲也さんであります。まあコジアップでおなじみあの方も電話で出演をいたします。そして十日火曜日 SBI FX トレード社外取締役で経済アナリストのジョセフクラフトさん。十三日水曜日数量政策学者高橋洋一さん。十四日木曜日ジャーナリスト鈴木哲夫さん。十五日金曜日外交評論家内閣官房参予宮家国彦さん。

田中秀明記者です好調な決算の陰で半導体不足原材料価格の上昇など問題は山積していますカーボンニュートラルの課題に最新の動きもお伝えします地上,地上波もポッドキャストもどうぞお楽しみに来週も飯田康二の蛍光寺アップをよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードです破産国家ぎょっとするキーワードでありますが 日本のことではありませんアベノミクス反対とかそういうことではなくこれはスリランカのことであります <laughs>、えー、スリランカでは外貨不足による輸入停滞で物価が高騰しまして6月のインフレ率が前の年の同じ月と比べて54.6%に達し過去最高を更新しました、えー、ウィクラマシン派首相が今月5日国の破産を宣言しています 国会の答弁などで、えー、バンクラプトカントリーというようなね、破産国家という。 言葉も使っていたようなんですがいやスリランカこれ本当深刻ですよねこの本当にこの言葉を聞くとは思わなかったですよね。うん、過去70年で最悪の金融もう食料も燃料も薬も買えないみたいな状況になっていると、えーうん、で実はこの破産国家って言葉私最初に聞いたあのリアルに聞いたのは2018年にワシントンに行ったときにです、ね、当時まだトランプ政権だったんですけれども、えー、えとちょうど新しくできた国際 開発金融公社というその政府系の金融機関ができたそこの初代の総裁だったアダム・ベーラーという総裁にインタビューをしたんです、はい、でその時に彼がこの言葉を使ってたんですねほうほうでどういうことかというとこのまま中国の えー、一対一路というこの投資によって、ですね、はい、途上国がどんどんこのまま借金付けになる、まあ、いわゆる債務の,罠うのあのお金が返せなくなって土地を取られていくと、はいえー、港を取られたり、こう空港を取られたりと、えー、なっていくと、そのままお金がどんどん返せなくなって、で土地が取られるだけじゃなくて、国がそのままもう破産してしまうんじゃないかと、うそうなって、事実上のまあ反植民地。 はい、中国の反植民地にになっててしまうこととを非常に恐れてると、うん、だから彼そういうような国に対して、えー、アメリカを中心としたこの西側が融資、はい、を提案するために僕らは作ったんだっていうふうにおっしゃってたんですね。<ー>でその時にそのベーラー総裁が言っていたのが、はい、まさにこのスリランカっていう言葉を言ってたんですよ。でちょうどその時ってあのスリランカの南部のハンバントタうですねこうで、はい、まさにこの債務の罠お金が返せなくなっ 運営権99年間すいません金返せないから99年間これ差し出しますってやってたとこだったんですね、はい、で先日昨年ですかそれだけでも足りなくなって今度コロンボ港一番首都ですよねのところもですね中国の企業が開発するということでこれはますます危ないなと思っていたところにやはりこのタイミングでこの破産国家というのが出てきたというところでこれは本当に。 スリランカ自体がこのまま中国依存がもっと高まるのではないかというのねもともとというかあの直接の引き金になったのはコロナで観光客が来なくなって外貨を稼ぐことができなくなった、はい、そうすると外貨建てで借金抱えてるからその原資がなくなって返せなくなったとっいうことを言われますけれども元のもとのこされた借金というのはそこですもんねそういうことですね。だから結局これってふたあの同じ ダブルトラックで流れてるものなのでそこでこう国の経済自体がなくなると借金返せなくなるますますっていうことでこう本当にこう雪だるま式にどんどん国として立ち行かなくなる、やはりそれうまく甘い言葉で言っていくわけですよ今ちょうどその太平洋諸国にも行ってるのもそここら辺ですよね中国がこれちょっと話続いてこの中国がじゃあ今、足元どうなっているのかというあたりについてスクープアップでもねえ引き続きお話を伺っていこうと思います。今日のキーワーワド 破産国家でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ愛読書から占う中国習近平国家主席の今後中国の習近平国家主席はこの秋異例の3期目を目指していると報じられておりますが今朝この時間はジャーナリスト峰村健二さんに習近平氏の愛読書から占う今後について解説いただきます いやまさに前回ご出演いただいたときというのが「はい、週刊ポスト」で連載がいよいよ始まるよというタイミングでそのときお話しいただいたのがこの習近平氏がいろんなところでメディアに映るけれどもその表情じゃなくてその後ろにあるものを注目してるんだって話をされてました、はい、本棚に注目されてると話を、ね、されてましたよね。あの一応、彼はこう習近平氏がよく言ってるのはこの読書が好きだ。 やはりでそういう意味ではこの本をっていうところがあったんですね、はい、でその中でこの一つ私注目したのがこのロシアのこれ18 1800年代ですか<い>出されたこのチェ,ルネ<い>チェルヌイシェフスキーというこの作家が書いた「何をなすべきかと」と<ー>この分厚い520ページあるおーすごいっすね <もう S 2> しかも二番組で二番組のもう本当に読むのに苦しんだんですが<ー>この本が好きだ なんでこの本が好きなんだとな一個も面白くないんです、ね。一個も面白くない。<laughs> もうよくわかんない。なんか恋愛小説なんですよ。で恋愛小説なんえその習近平と恋愛小説ってなんかいまいちこうくっつかないなと思ってて。こ、ね、んなガチガチな感じのイメージの人、ね、そうなんですよね。で読んでも全く一回読んでも全くピンとこなかったんですね。で二回目読んだ時きにオッと,と思って、はい、確かにちょこっと読むとなんか急に文体が変わるところが気づいたんです。 でそこになんか突如としてそ主人公女性なんですけどその女性が俺あの私あいつ好きこいつ好きみたいな惚れた腫れた話をずっとしてるんですけど突然変な男が出てくるんですね、はい、でその男がラフメトフっていうこの男なんですけどもこの人がなんかいきなり,こうやっぱり社会はもっと平等じゃなきゃいけないとかなんかこうあのー。 男はこんなもんなんだみたいなこう<ー>こう話とかいきなりマッチョの話マッチョの話が始める始はじめるんですねで今のこのやはりこの金持ちを許しちゃいけないんだみたいなことを言ってなんかどうも革命っぽいようなことを語り出すシーンがちょこっと入ってるんです<ー>でどうも過去のインタビューとか調べていくと、はい、であの習近平はこのラフメトフのことを憧れて<あ>俺のこの目標だって言ってたっていうところが分かって でようやくそこででがったんです、ね、ーその恋愛小説の部分じゃなくって、はい、で実はこれも後でこのチェルヌイシェフスキーのことを調べたらですね彼ももともと最初にこの社会主義というものをこうあのロシアでこう広めた。 あの人間なんで,なんで,で活動家だったんですがこの時投獄されてたんです捕まって国家を転覆するということで盗獄されてたと18、ね、1800年代19世紀ってことは当時まだ帝政ロシアの時ですねなるほど帝政転覆で捕まって投獄された、はい、そうなんです牢屋からこのバレないように恋愛小説風に書いておいて、はい、その間にちょこっと数十ページだけこのラフベトフの話を入れた<あ>でここにみんなその当時の青年ロシアの青年たちがすごいと。 これはすごいから革命だって言ってこれ革命に繋がってったんです。なるほど。でその中に一人に実はレーニンがいた。あ、その影響を受けた人一人いたところから読んでしかもレーニンこの本パクってるんです。え、そうなんですか。<laughs> で同じこの何をなすべきかって本を出してるぐらい。へー。をも,ものすごく感銘を受けたと。 はいうこの本が実はこのくそつまらない本がそうだったということにあとで気づいたとなるほどいうことだったんですね。いうことだったんですね。じゃあむしろそのソ連における、はい、まあ後のソ連におけるその共産主義革命の原点の本なんですか、はい、まさに原点だったんです、この本が。<ー>でロシアのこの専門家なんかとアメリカの専門家なんかと話すともうこれはもうバイブルだと。はい あ、そうなんですね、はい。もう多くのこのロシア青年当時の青年たちがこれを読んで、みんなこの革命に。こう身を投じてたってぐらい、すごい本なんだ。はあ。ことはわかったんですね。えー、でも、その本を習近平氏は、これ中国ではいっぱい売られてる本なんですか。あの、今これ普通にあの、訳されてます。訳されて売られてます。で、え,ーうん、えっと、習近。 の本棚みたいなコーナーがあって、そこにはこう、愛読書コーナーにはあの中国語版が売られています、ね、なるほど。えー、でもね、もともとそういう難解な本をじゃあ青年時代に読んでたのかと,かううと、ね、青年時代どころかですね。実はあの、はい、習近平氏下放されてあの田舎に先生所の田舎に行った時も、ああ文化大革命時代ですね、はい。その時も持って行ったのがこの本だったんです。はあ<ー>。そうなんですね。で当時それこそもうご飯も食べれない苦しい状況。 で実はこのラフメトフっていうのはすごく禁欲的な人間で恋愛もしないと、うんはい、で俺はとにかく労働をしてでそれで肉体を鍛えてでこう自,分を自分の魂もこう強くするんだみたいな人、うん。おそそららくだからそのの時代もこの ラフメトフに重ねて、はい、習近平は自分の,その生き方をこうやったんじゃないかというのがそれこそラフメトフの中で出てくるエピソードがこうく自分の限界を試したくてこう100本くらい釘を,釘をベッドの上に打って、えー、その上に寝て血だらけになるみたいなちょっと大丈夫頭みたいな感じなんですけどすごいエピソードで、えー、そのようなものを書いてどうもそこに感銘を受けているらしいですよね。はまあ、ある意味のガシ もう究極のガシン昇湯ですよね。<ー>でそこからなんで実はそのこ,のこのプロファイリングにこだわってるかというとこの習近平が今やってる政策の、はい、あのって言って一体本物なのかどうなのか要するに今の,この共同富裕政策とかいわゆるマルクス主義に解雇してるのって一体本当に心からやってるのか、うん、それともこの3期目を狙って でなんとなくこう積極的にこうやってるのかっていうところをまず見極めたかったんですね。はい、で私多分この本を読んで彼のこの本に対する思いなんかを見ていると,と,ると本物だなと本物の方だ逆に言うと3期目になったらおそらくこのマルクスへのこの、はい 系統というマルクス主義の系統というのはどんどんこれ強まるんじゃないかなということがこの本から推できますねここ一連の,その改革開放の政策どちらかというと資本主義に転んでいくような政策を、まあ、習近平氏は非常に批判的にこう見ていてむしろそこをこう変えようとしているというのはある意味原点というか筋金入りの部分があるだという結論ですね。やはり こう,いうはいこういうのと、いくらこう演説って彼らもまず本音って言わないですからこう本音を知るのはこういう何を読んでるかどういうふうなこう人と会ってるかっていうところが大事なんですよねでもそう考えるとじゃあ少しぐらいというか経済が多少傷ついたとしてももうこれはもうマルクシーに回帰していくんだと、はい、おっしゃる通りですこのラフメトフなんかもまさにそんな貧しくたっていいんだと。 俺はそのとにかくみんなのために平等でっていうところをこ志して生きてるっていうのがこの彼のとにかく節約する節約するんだと贅沢は敵だって言ってるわけですこれもまさに習近平がいあの10年間かけてきた反腐敗キャンペーンの元になってる。 もう読んでるともうこれラフメトフを習近平に置き換えるとそのまま読めちゃうぐらいすっと入ってくるんですよね。ほやっでもそれってある意味のデフレライみたいなもんでああ本当そう思いますねだから現在死んじゃいますよね現在死んじゃうけど死ぬんだろうなと思いますこれを読んでいるとああそうであっても、まあ、ある意味こう純粋なマルクス主義に 突き進んでいく、はい、まさにこれ、理想的社会主義、空想社会主義なんて呼ばれてるんですよね、このチェルノイシェフスキーのことでいうと、はい、そこで考えると、まあ、究極の社会主義をこう目指すんだっていうところっていうのは、まあ、どれだけ実行できるかどうか別にしても目指してるっていうのはどうも間違いないんだろうなっていうところがプロファイリングできる。はあ、でもそういう,こう原理主義的なところに対して傾斜していくっていうのは、今のゼロコロナ政策とか、まさにそうです、ね、おっしゃるとだからここのゼロコロコナももううれはそうなんだと これはもうコロナってのは良くないんだ、うん、コロナをやっつけるんだってことは本気で考えてるだろうなと<ー>だから、これで北京市の初期があと5年続けるんだっていうのもまさにま、ねうん、習近平の次の3期目の終わるまでやるんだってことをそらく暗示してるんだろうああそうか5年っていうのはそこの計算が私はそう思いますねはあいやでもこれ人類の過去の歴史をひもとくとで、はい、現実にどうアジャストしていくかっていうのと 原理主義的な政策って真反対になってそれってものすごく惨禍を生んでしまったっていうところもあるわけじゃないですかあります、ね、それこそ共産主義についてだってこうカンボジアのポル・ポトであったりとかこう、ね、悲惨な歴史とたくさんあるわけじゃないですか、はい、そこら辺っていうのはむしろこれ3期目にどうなるかっていうところ次第ですよね。こここがもしももしっとこう 習近平一強体制が強まれば、そういうリスクまたあの不幸な過去っていうのは繰り返す可能性でも十分ありますよね。う<ー>ん。<ー>そしてそういう理想主義的な指導者ってその革命を輸出しようとか <はい S 2> そういうところまで考えますね。うん。まあそこはねわからない。中国が一応その革命は輸出しない。 っていうところはずっとこう貫いてますが、はい、今のそのデジタル監視システムなんていうのはガンがン輸出しまくってるわけですよね。<ー>でデジタル一帯一路なんかではこう中国式なこのデジタル通貨とかああいうのもこうどん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 ,ん出,出してるわけですからそこはなんとも言えないですねそこに思想も乗っかってくる可能性ってのは十分ありますよね。なるほど えー、今日は愛読書から占うというこの習近平国家主席、まあ、あの中国の今後というところを話しいたただきましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK 工事ーーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。 リーダー工事の、OK、工事アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください